内氏は近代以前の日本の女性職の一種である。内氏には以下のものがある。両生下における高級の役所である内氏に勤めた女官の総称。西宮領の女官の一種。西因氏の女官の一種。秋国の五福島神社の御子。天皇に近似して常時天皇への総上や天皇からの宣言を仲介する等を職称とした内氏の女官の総称である。 長官を、生児、時間を、天児、方官を生児と称し、左官は各く者の四等官生を採用していた。他に、検証児という県官が置かれることもあり、また内市に、触りがあって出資できない場合などに、内市代が臨時に任命されることもあった。ちなみに、東宮坊に内市職は置かれなかったが、内市代は常置され、即位の後にはそのまま内市に着くことになっていた。 西宮に近似してそのようを務めた。西宮寮に、同じく、西陽に近似してそのようを務めた。五福島神社の女性神職で、神事の他に、同神社に賛同する貴人の旅情を慰めるために、今用を漏洩したり、武学などを行った。五福島道芝木の鮭草内しなみ、諸役人神人の名の上には、一から八までの内詞の名を挙げ、これを、八乙女と称し、 また、本内氏と称したことが見え、この他にも、和言内氏や、唐紙内氏など、その数は十数人にも及んでいた。なお、平の清盛の第七女で、後白河院に召された三子姫君は、秋守時代の清盛と、五福島内氏の愛の子であるという、ありがとうございます。